日本のモット男子、プロバスケットボール選手。埼玉県出身。ポジションは、シューティングガード。B リーグレバンが北海道代表。現在の埼玉市で生まれ、蕨市を経て、小学4年から、上尾市に移り、兄の影響を受け中学でバスケを始める。埼玉栄高校から、日本大学に進み、4年時には、インカレ優勝に貢献した。 卒業後の1993年、トヨタ自動車に入社。同年全日本入りを果たし、広島アジア大会や1998年、世界選手権など、国際大会を数多く経験した。トヨタでも、中心選手として、タイトルにも貢献する。正確な 3P は、日本一と称される。2006年世界選手権では4年ぶりに全日本のメンバー入りを果たし、 最年長としてチームを支えた。2007年14年間在籍したトヨタから新たに設立されたレラカムイ北海道に移籍。チームを率いる東野里美はトヨタ時代のアシスタントコーチでありながら同学年である。レラカムイ北海道では SG として未だその正確な 3P は健在であり、桜井、ニュートン、ウィリアムズと共にビッグ4を形成。 チームに大きく貢献している。レラカム遺跡後のホーム開幕戦で勝利を収め、北海道の熱狂、歓迎ぶりにバスケを長年やってきて、ホームでの勝利がこんなにいいものだと初めて知ったと語った。また、レラカムに骨を埋める意思も見せており、初代ミスター・レラカムイとも呼ばれている。長年、職業欄にプロと書くのが夢だったと、レラカム移遺跡後に明かしている。 シュートリリースの際、中指の伸ばし味の爪に引っ掛けリリースする。2007年シーズン終了後のファン感謝イベントの紅白戦でプレーした際、爪切っちゃったからシュートが入らないとコメントしたことがある。3P に注目が行きがちだが、そのディフェンス力や稀に見せる非凡なパスセンスもなかなかのものがあり、スクリーンの使い方は JBL クッシュと言われる。 2010年1月31日、対東芝戦において、リーグ史上初の通算6000得点を達成。2011年、チーム運営会社の JBL からの除名処分や、東日本大震災で候補となった新規運営会社が撤退したことを受けて、自らが一般社団法人を設立、同時に新チーム、レワンが北海道を創設、理事長に就任し、 国内プロ団体球技では、異例の選手権代表となった。JBL2011 から2012シーズン2011年11月5日、タイリンクとチギブレックス戦において、リーグ史上初の通算7000得点を達成。JBL2012 から2013シーズン2013年3月2日、タイ三菱電機、ダイヤモンドドルフィンズ戦において、 リーグ史上初の通算8000得点を達成。NBL2013 から2014シーズン2013から2014シーズンの NBL オールスターに選出されている。B リーグ2016から17シーズン2016年11月28日、対千葉ジェッツ戦において、国内トップリーグ日本人選手初の通算9000得点を達成。 B リーグ二千十七から十八シーズン二千十七年九月二十七日、B リーグリジ就任。二千十七年十一月四日、対琉球ゴールデンキングス戦において三ポイントシュート、国内トップリーグ通算成功数百0本を達成。B リーグ二千十八から十九シーズン二千十九年一月五日、b 一リーグ第十八節、第二戦のタイシーホース三河戦において、 国内トップリーグ日本人選手初の通算1万得点を達成。B リーグ2019から20シーズン9月27日、B リーグリジュ退任。9月30日、今季限りでの引退を発表した。2020年1月18日、B リーグオールスターに出場し14得点を挙げて、MVP を獲得した。引退後の9月にオールスターゲーム。 最年長 MVP 獲得としてギネス世界記録に認定された。3月15日、川崎ブレイブサンダース戦に出場。新型コロナウイルス感染拡大の影響でシーズンが打ち切られたためこれが現役最後の公式戦になった。現役生活27シーズンで通算得点は日本出身選手では最多となる1238点を記録した。 2020年7月1日、B リーグナビゲーターに就任。10月3日、自身の背番号9が永久欠番になることが発表された。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。